あたりです。昨日この DVD やブルーレイの棚を紹介したんですけども、こちら東映ビデオから出ている、ブルーレイや DVD を買うと中にポイントカードがついてて、そのポイントを東映ビデオの公式サイトで登録するとどんどんポイントが溜まっていって限定アイテムなどと、交換ができるんですね。で、大体毎月20日前後に、その景品が入れ替わるんですけども、今月の景品の中にテレビシリーズ仮面ライダーガイムのポスター B2 サイズのポスター、これと同じサイズですねのポスターの景品の交換が始まっていて、前日から予告があるので、あ、これはもらわなきゃと思って、20日に当日に僕はこうサイトに行って、よしもらっちゃうぞと思ってクリックしたら売り切れで、え、売り切れ、だいたいポスターだとその、ね、交換期間ギリギリまで残ってたりするんですよ。なので初日になくなる仮面ライダーガイムすごい人気だなと思って、で、また次の日とかに行ってみると、在庫数が違ってたみたいで、またね直したので、22日の午前0時からまた、受け付けます、ね、ポイント交換受け付けますと書いてあったので、しっかり注文することができました、ね、東映ビデオのサイトで毎回ねポイント交換で景品をもらっている方は今回またチェックしてみてください。仮面ライダーガイムのポスターをね逃したってね思ってる方はねいるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください。これを買ってない方でも、まあ、初回登録で500ポイントぐらい確かもらえるので、それで交換できたりもするので、まあそこをね狙って会員登録するのもいいんじゃないですかね。ちなみに僕はポスターとかが出ると大体こうクリックしてもらっちゃうんですけども、結構ね持ってるんですよ結構ポスターもらってるんですよ。でまだ未開封なんですよね全部。なのでどれに何が入ってるかわからないというか、確かね大塚フォーゼあたりからねあるはずなんだけどな。オーズとかフォーゼとかゴーカイジャーがあったかなぐらいのあれですかね。まあそんな感じですよ。はい、今夜配信の動画の予告です。今回はこの先日紹介したドキドキプリキュアラブハートアローのミニゲームで遊んでいます。いろんな機能とか音声がいっぱい詰まっててすごく楽しいおもちゃでしたね。配信はだいたい夕方の5時頃を予定していますのでお楽しみに。それでは今日も一日頑張っていきましょう。バイバイ。